小池屋さんから出来たてのチップかな、届きました。ポテトチップ寿司お味、開けてみます。よいしょ。さあどんな感じ。よいしょ。なんかいっぱい入ってんな。おい、これね、そうですね、はいはいはい、これ入って、あ、お、なんかついてますね。カツオ削りとブシとあれ、海苔の詰め合わせ。じゃあこれが1個。おい、1個。2個。3個。4個。5個。6個入ってましたー。はーい、これを後でね、食べてみたいと思いまーす。開封動画。以上かな、これかな。はーい。はい、すごいお腹のおっさんです。はい、今回は、小池屋さんですね、工場直送便です。やっと届きました。なんとこれはですね、1480円でこれが6個入ってるということです。ということは1個の値段がだいたい246円と .6666 ってのところなんで、だいたい246円か247円ってことですね。で、送料はね、これね、703円もかかってしまいました。ちょっとすごいお腹のおっさん、競馬も当たらない、コロナで仕事も少ない、給料もボーナスも減った、ちょっときつかったんですけど、ちょっとね、ネット広告、楽天市場ですね、楽天市場で見せたら、あ、なんか食べたいなと思って、そしたらまた別のメールで小池屋さんのホームページ見たらね、美味しそうだったんで、買っちゃいました。ここにはね、工場でしか味わえなかった出来たてのポテトチップスの美味しさをお届けする小池屋工場直送便、通信販売だからこそ実現できたと、特別なポテトチップス薄塩味をぜひお楽しみくださいって、小池屋さんですね、工場直送便って書いてあります。内容はですね、1袋 80g 入って、エネルギーですね、カロリー 453kcal ですね、タンパク質が 3.2、糖質が 28.8g、 炭水化物が 45.3、 食塩の相当量が 1.0 です。あくまでの推定値ですね。でアレルゲンは、27品目対象で含まれていませんと書いてあります。はい、オンラインショップですよこれ、いいですね。とりあえず開けてみようと思う。その前にね、1個なんかおまけみたいなのが入ってました。これですね、こんな感じかな。はい、かつお節なのかなこれな、ちょっと開けてみようかな、どんなのか、どんなものが入ってたかというと、ほら開かないな、ちょっと中身だけちゃうこれな。よし、そういう感じで、おお、かつお節ですね、はいこれが入ってますね、これとかではね。はい、じゃあこれはこれで、それではね、このね、蔵も見てみます。こんな感じですね、工場直送便、開けてみたいと思います。いいよ、よいしょ。いや、それではですね、そのまままず食べてみたいと思います。ではいただきます。塩味効いて美味しい。なんかね、これはね、トッピングして、カツオ節と海苔もトッピングで食べ方があるそうですね。あとはね、これを電子レンジで30秒ぐらい温めると、なんかね、ホームページ見ると、工場で出来たての風味をより感じることができますって書いてありますね。ちょっとね、この後、レンジで温めたいと思います。電子レンジで30秒温めてみました。違いは何か、なるほど、お芋の香ばしさが出てきたね、ちょうどいい塩加減でね、美味しい、ただね、ちょっとね、値段的がね、246、7円っていうことでね、ちょっとなかなか贅沢だな、ちょっとな、
でも美味しい。うん、やめられなくなるね、このね、ポテトチップ。これでうまいや。うん、はい。でね、このなんか海苔とね、鰹節のバージョンもあるんですけど、まあ今日はこので食べてみたい、感想は、まあ値段は246円ですけど、美味しいですね。やめられないですね。うん、うん、芋の風味がすごいね、あります。うん、いや、あったかく見るとね、なかなかね、それがね、うん、出来たてって感じで美味しいですよ。うん、以上、小池屋さんの直送ですの、あ、直送じゃないですね、すぐ直送じゃないか、なんていうのかな、すぐだったよね。うん、工場の、直送便のポテトチップス、揚げたて新鮮の塩味のポテトチップスのご紹介でした。それではまた。